はい、皆さんおはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。今日はですね、ちょっとキテネに来てるんですけれども、実はこうキテネの中でもキテネ食品館が建物として後付けされたのではないかということで確かめに来ました。まあ、キテネというと、まあ、丁寧本町とかに住んでる方であれば、まあ、キテネ食品館とか、まあ、皆様買い物に来ると思うんですけれども、まあこういった、まあ、なんと駅前通り側には JR バスのチケットセンターがあったり、それからまあ学習塾が入っていたり、まあ寿司屋さんとかの飲食店、それからまあ服屋さんとか入ってたり、まあ、真ん中の建物が写真屋さんとか、それからカラオケ屋も入ってますね。バンバンです。まあ、そして問題の食品館なんですけれども、一番食品館自体は西側になってるんですけれども、まあ、明らかに建築年が違うと言いますか、この外壁を見ていただくと外壁も違うしっていう感じなんですね。で、そこを気にするきっかけとなってたのが、まあ、ここなんですけれども、急に札幌市境界線が、まあ、こうガクンと、はい、まあ、曲がってるというか突出してるんですよね。で、それがちょうどこのキテネ食品館の、まあ、境目、入り口の境目で、こっちとこっちでは外壁が違うんですよね。で、さらに言うと土地も違う、まあ、区画も違うということで、まあどういうことなのかなっていうのはちょっとなかなか探しがたいんですけれども、まあ、おそらく考えられることとしては、キテネ食品館側と、まあ、そっち側とでは、まあ、土地の所有者、もともとの土地の所有者が違ったっていうことで、まあ、複数の土地をこう集めているっていうことだと思うんですね。で、ちょっとまあ航空写真とかを見てみたところ、ちょうどキテネ食品館の入り口のところが昔はどうやら、まあ、路地になっていたような感じで写ってるんですね。ちょっと地図でもフル地図でもちょっと詳細が分かんなかったんですけれども、ただこの辺昔はなんかね、確か丸子醤油とかあったような気がするんですけれども、まあちょっと昭和9年ぐらいの丸川商店街の地図を昔持ってたんですけど、画像データでしかなくて、ちょっと携帯なんかなくしちゃってっていうのがあって、今はちょっともう手元にないんですけれども、こっち側はまあトラックヤードですね。で、まあ、外壁が違うっていうことで、裏口側どうなってるのかなっていう感じなんですけれども、こっちがまあ裏口側のになるんですけれども、なんと面白いことにレジ台が放置されてました。これですね、いつだったかな、税率変わるときかな、ここがっつりレジ変えたんですよね。で、このレジ台がこう並べられてるっていう。で、問題のここなんですよね。もう言ってしまうと、ここから建物からこっち側がまあ食品館になるんで、まあ、ちょうどここで、まあ、ちょっと見ていただくと、まあ、暗くてそんな見えないかなとは思うんですけど、外壁が、まあ、若干材質が違うっていうことと、まあ、この建物のこの規格自体も違うっていうことですよね。ということで、おそらく食品館だけは後付けで建て増しとかなのか、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、ね、まあ、こう札幌市境界線とかが急にこう飛び出してる、まあ、違和感があったんですよね。
キテネ食品館、まあ、八百屋さんが店の前に商品陳列、外に陳列するんですけど、まあ、こっちと向こうでそういえば陳列の配列違うよな、とか思ってて、よくよく見たら札幌市境界線が、まあ、違うっていうことで、まあ、そうなってるんだ、っていう感じですね。はい。まあ、この辺、手稲消防署もあったり、まあ、京神会病院もあるんで、救急車はもうしょっちゅうですね。ドクターヘリと。はい。まあ、ちょっと先ほどの店の前に戻ってきました。まあ、今ちょうどここが札幌市境界線ということで、まあ、こっち側が食品館の外壁ですね。で、まあ、あそこで、こう、食品館の入り口の前で、こう、ガクンと、クランクになってるっていう感じです。まあ、例えば、こういうの、道路を挟んで、こう、土地の区画が変わってたとかって言ったら、例えば、すすきの、まあ、遊郭の跡が、とか、まあ、昔のラフィラーの前、とか、っていうのがそうですよね。まあ、ラフィラといえば取り壊し中に作業員の方亡くなったみたいですけど、昔ロビンソン時代ですかね、エレベーターがね、こう一気使えなくなっているっていうことで、まあ、心霊の噂が絶えなかったようですけれども、まあ、呪われた土地なのかもしれないですよね。まあ、私もラフィラ時代にエレベーターを確認したことがあるんですけれども、やっぱり、こう、隠すように、銀行 ATM があったりっていう感じでしたね。あ、ちなみに1996年、竣工みたいですね。まあ、残念ながらちょっと、ちょうど、まあ、自分の範囲で見れるのが1985年の航空写真なので、まあ、ここ自体がまだ立ってないんですよね。はい。まあ、ちなみにこういう札幌市境界線の微妙なズレっていうのも、まあ、何かに起因してるのかななんていうのを気にしながら見ています。はい。まあ、今日はちょっと全然謎も解けずじまいなんですけれども、まあ、この辺にて失礼したいと思います。